はい、皆さんこんにちは。今日は FC 岐阜の95年組で同期会したいと思います。拍手、はい、みんな拍手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 、石間文拍手、はい、素晴らしい まあこんな感じで自由にやっていけたらいいと思います。お願いします。画面は見てて持ってるただまあフリーなんですけど、せっかく質問を募集したので、この FC95 年同期会教えてっていうハッシュタグをもとにこの回を進めていきたいと思います。皆さんお願いします。ではじゃあまずどうしましょう。ちょ、おもろいの選んで。おもろいのおもろいのえ、もういい？あ、じゃあ一回普通のイヤホンじゃ始め、落ち着いて。じゃあ最初、普通の行こうか。で、岐阜で行ってよかった場所、また行ってみたいところを教えてくださいという質問です。これは道中津川やろ。まあ去年までね、応援大使だったから、俺中津川をぜひお勧めしたいけど。ああ、どう、西とか岐阜の人からしてどう？行ったことない。こいつ実家やって。まあ確かに実家だな。岐阜の一番いいとこ俺の実家。実家じゃあ三島の実家。じゃあ富樫とかは？俺日田市観光大使だから。うん、日田どこがいいぐらいしか。どこがいいっていうか、日田のあのなんか街並みみたいなのあるやん。うん、あれかな。あれいいね。え、観光大使だよ。観光大使。写真でも言えるから。それはえ、写真見ただけでも言えるから、街並みいいね。いやいやいや、もうちゃんと行ったよ、暑い日に。え、汗かきながら。何食べた？え、何団子みたいなやつ。団子団子とは飛騨牛みたいなの食った。いや、ある、行ってみたいところがある。行ってみたいところ白川郷みたいな。うん、あ、白川郷行ってみたい。でも岐阜結構広いよね。うん、でかい。泊まりで行きたいよね。みちゃんの運転でいいじゃん。いや、6人乗れへんやん。あとはみちゃん死にかけで帰らなあかんなるで。大地の車じゃないと無理やろ。大地いなかったから。全員集まって同期会に。今年一人はみ出るっしょ。車乗れないから。そうじゃん。確かに。でも大地95じゃないからさ。大地95じゃないのか。大地乗れるやん。絶対それ言うと思った、今回。前絶対言うと思った。そっか、第一95じゃないんだね。まあじゃあ、飛騨ね、飛騨みんな行きたいってとこでいい？いいよ。え、白川郷じゃない今。白川郷、白川郷。みんなでじゃあ白川郷行こう。え、それでいいっしょ。それでよくない？おう。次の同期会。みんなで行こうよ、白川郷。そうだね。95年だ。車は第一の車やで。そうだね。後輩なんで俺の車？後輩だ。乗られへん。大地の車しか乗られへん。1、2、3、4。乗れるか。後ろ乗れるか大丈夫って大地。じゃあ白川郷っていうことでお願いします。じゃあ次。FC 岐阜の好きなところを教えてください。どう？もう一回。うん？もう一回FC 岐阜の好きなところを教えてくださいっていう質問が来てます。サポーターが温かい。ああ。いいの。そうね。うん、去年とかめっちゃ感じたな、それは。どう？大地とか去年沼津行って岐阜帰ってきたけど、岐阜どういう感じ？まあ優しいよね。そうです。え、何？サポーターが？それとも何？選手が？小学生の作文みたいになってる。質問する人間違えたわ。富樫行くわ。俺？うん、一回大地の聞いてみようよ、もう一回。いや、もう一回聞くじゃん、大地。うん、俺聞いてみようよ。言ったじゃん。
何優しい。いやいや、町も含めてね、岐阜市のみんな、あの、町も。そうなん。なんか浅いんだよな。そう。ふみとか行くよ、ふみ。ふみ聞いてみるじゃん。なんで？ふみどうよ、いろんなチーム行ってるけど。でもあれじゃない、ほんまに。やっぱ、ご飯とか食べに行ってもさ、うん、なんか、安くしてくれたりとかさ、そういうのは、うん、なかなかやっぱり、こういう狭いけど、まあ、田舎やけど、あれちゃう？もう逆に地域密着型みたいなクラブやから、うん、なんか逆に、大きいクラブとかそういうのは多分あんまりなかったような気がするけど。うん、どう？正解？まあ、正解は残る。正解はないと思うけど、まあ、正解、正解、正解。でも、なんか、ありがとう。第一の後だったから、正論、なんか、言葉にあれがあった。説得力が。大地、ありがとう。うせえよ。うせえよ。俺さ、ね、うん、この質問がいいんだけど。いいよ。この中で一番しっかりしてるのは誰？俺じゃん。ずっと俺だよ、人は。誰？みたいな。いいね、2回目だって。いいね、行こうよ、それ。で、この中で一番しっかりしてるのは誰？で、この中で一番甘えん坊なのは誰？甘えん坊はフミやろ、完全に。フミは甘えん坊でしょ。それ、もう全員一でいい？うん、ちょっと甘えん坊も決定で、ちょっと待って、俺だ。ないでしょ。何、僕だ。甘えん坊って難しいよね。いなくない？まあ、男同士やからな。まあ、そうね。しっかりしてない。女の前で、女の前で甘えそうなの。一番甘えん坊、富樫やろ。嫁になんでもやってもらって。いやいやいや、全部自分でやってるよ。なあなあ、みち、今日俺ちゃんと洗濯物干してたもんな。いや、今日俺走ってたら、富樫洗濯物干してるとこ見たわ。なんで富樫が回ってる、みちはもう。いや、大通り行くとちょっと、あれやん。それぐらい当たり前だろ。え？ん？え？それぐらい当たり前だろ。当たり前やろ。お前、急に厳しいな。お前も踏み寄りか。ついに。誰一番しっかりしてんの？しっかりしてんの誰？俺やろ。いや、それはない。いや、踏みはないな。うん、じゃあそれでも全員俺やろってなっても、それはないっていう、なんでみんな。リアルに俺3番目ぐらい、こん中やったら。3位ぐらい。誰が下なん？じゃあ、その2番。誰？じゃあ、ミスから見て下誰よ。あ、4番かも。下誰でした？結構下だな、こうなってきた。でも、第1は、もうダントツ最下位なのよ。うわ、嘘つけよ。あ、じゃあ、じゃあ、一人一人さ、順位発表していこうよ。ミスから行こうよ。俺？うん。いや、1位は、うん。まあ、じゃあ、もう、まあ、ミッチやにしよう。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。気まずい、気まずい。気まずいちゃうん。聞こえね。いや、でも、もうこっからは結構どっこい。もう同率。ふみ、たくみ、俺は同率。あ、したの、これより。で、ふがち、大地。おい、おい、大地。そう。まあ、大地より上だったらいいかな、俺。とりあえず。まあ、もうみんな満場一致で大地したやろ。まあ、大地はな、ね。大地は最下位。うん、それは多分異論ないと思うわ。たくみはどう？え、でも未知の1位俺めっちゃ異論あるわ。なんかこいつさ、ちゃんとしてる風やけど全然ちゃんとしないで。あれ、わかるわかる。もう雰囲気で言って多分サポーターの人とかも明らか未知でしょみたいな感じやけど、生活してた、生活っていうかも一緒にクラブハウスとか使ってたらわかる。逆に大地一番下って言われてるけど、大地どう？いや、異論ありだね。異論あるん？異論ある。で、第一の一番下誰？いや、下は、うん。みちや、じゃあ、みちや以外、変わらん。あ、俺はちょっと、いいってこと？ちょびだけ上行ってて、他もなんか横一線で、ジベルとか並んでるってこと？俺も並んでる。もちろん。それはない。それはないね、確かに。それだけは一緒に。終わり。じゃあ、まあ、
たくみは多分異論あると思うけど、俺がちょっとしっかりしてるってことでいいですか。そう、4人これで1-4-1でいいよ、ほんじゃ。1-4-1でいい？いいよ。じゃあ、この質問解決で。いいですか。オッケーオッケー、それでいこう。はい、オッケー、いいよ。はい、じゃあいきます。オッケーオッケー。じゃあ結構、そういうのつながりだけど、この中で一人とお付き合いするならどの選手を選びますか。うわー、これ面白くない？え、そう、何？お付き合い、結構お付き合いやんな。まあお付き合い、お付き合い、お付き合いでしょ。うわー、うん、これどっちが男でどっちが女なの。あー、俺らは自分が女になるか、変わるか。違う、確かに。それ大事やん。じゃあ待って、自分が女に変わったって考えるのはちょっと厳しいわ。え、どうする？え、自分が女だったら何する？じゃないこの質問の意図っていうか、ちゃうんかな。そうだよね。でもそんな気も台無しにしてしまう。じゃあそういう体で行こう。自分が女だったよね。うん。うわ。結構考えるねこれ。最悪だな、はい、この。最悪はちょっとさあれだけど。難しいよな。何組？誰だろう。いや。お前。いや、こんなにさ、むずいわ。いや、無理やろ、むずいな。誰も嫌よ。結構無理。誰も嫌やわ。誰も嫌やわ。ミッチやな、これ。嫌やわ。いや、俺もミッチ結構きついで。仲悪いな、そこ。ちょっと嫌いは、みちやと。汚ねえ。でも、たくみ絶対第一やろ。え、たくみ第一選ぶやろ。第一嫌やって。あ、何考えてるか分からへん。いや、おい。チームの中じゃダメなの。ん？チームの中じゃダメなの。ああ、そうしよっか。じゃあ、チームの中でにする。チームの中。チームの中でも選べないな。チームの中。95はいないってことで。俺ハムにするわ、ハム。あー、ハムだわ。あ、ただも一緒とセコイだ。え、じゃあ逆にあれ、タダシさんってどう？あー、え、でもそう、いいわ。ね、みんな笑ってる。え？笑ってる。いやいや。良一さんとかさ。え、それ、ただしさんの場合、コンサートとか一緒に行かなあかんのかな。あ、もちろん、もちろん。それはきついな。一緒に行かなきゃいけない。アリーナの最前列？うん。ちょっと無理かな、それは。俺もそれ考えたらちょっとダメだわ。ついていけんかもしれん。でもこの質問無理じゃない。うーん、え、もうハム、ハム一択でいいか。ハムが正解かもしれんな。ハム一択だね。まあ、あと変なやつしかないもん。ハムだな。じゃあ、ハムで。ハムで。じゃあ、初めて買った CD は何ですか。CD 買ったことない。俺も CD 買ったことないな、多分。時代だな。時代だね。ない。買ったことないな。逆に、大地ある。大地ある。大地あるでしょ、絶対。お前、その顔は。絶対あるし、あるある。誰。小学校の時かな、買ったの。ガチや。なんか、トキオ買った、トキオ。渋くない？俺だぜ。渋いね、渋いね。あれだ、渋いだ。よかった。歌はどの時のやつ？トラフネってなんかドラマってやつなの。ああ。結構最近やってるのね。ああ、そうそうそう。それでなんか面白い。ねえのやつ？そうそうそう。これ買ったかな。それが。ちょっとやってる。ちょっとやってる、第一。次行こうか。次の質問。次の質問。歌ってくれないの？次行こう。はい。全員集まって遊んだこと
まったとかもあるで。え？全員集まって遊んだことはありますか？あるな、同期会したの。いや、大地おらんかったって。え、あの時大地もおったくないの？夏やで。大地いたわ。え、おらん、おらん。え、去年のあの、あれ？うまくいにったやつ？あー、そう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 。あの時いなかった、いないいないいない。もうおらへんで、大地。あの時もいないっしょ。うん。え、編集の画像であの右上に大地の顔だけのしとったやつだろ。やめろ、やめろ。フィギュアルバムじゃねえんだから。戻すなよ。何ある逆に。なんだろう。え、あれでしょ。ユニバ行った時の話でしょ。あー。みちは必死に運転してんのに全員後ろで寝てました。あれマジエグい。みんな寝てる。あれは死にそうだった、でも眠すぎて。あれはもうしゃあない。しょうがない。まあ、まあ、あれはあれだ。10分だけだったからさ、まだ。俺ユニバ初めて行ったけど、あんなに寝れると思ってなかった。そこ？え、でも、中津がさ、ふみと3人で行った時、俺はまあずっと起きてない。ふみ、あの、後部の席で一生寝てたもん。去年中津が行った時も。あ、クズちゃう、じゃあ。え?3 人分の席買って、絶対戻さない方がいい。横向いて寝てた。足伸ばすよな。それがさ、オッケーしたんじゃないの？いや、気づいたら寝てたよね、ふみ。まあ、でも。だって、みちやが行きたいって言ったら行ったよな、匠あれ。ついてきてくれって。それでもよ。でも中津がいいとこだったでしょ。ええとこやったで。さっき感じたな、匠。うん。スケッチキューね。よかったね。自然感じたわ。話脱線しすぎた。単純に、この中でスタミナがある人。ふみふみ。一番走るもんな。ああ、一組やな。富樫と俺が担当じゃん。どっこいじゃん。どっこいでやばいよな。いや、でも三島のケツも忘れたらあかんで。いや、三島はできるけどやんないタイプ。やめろよ。できるじゃん、全然。匠じゃない、でも走れんの。匠だな。いや、ああ石川もそういうか。たぶん、翔平やで、いっちゃ走れんの。あー、ポジション的な問題やろ、それは。そうや、ポジション的な問題かもしんないけど、まあ、西、匠、大地とかは結構走ってるよね。いや、でも、最近あれちゃう、でも。いや、でも一番走ってるんだけど、見てやで、最近は。なになになに？いや、お前ちゃんと今走ってる、道は。最近言ったら。うん。まあ、最近ね。うん。うん、まあ、その、走ってる量はあるかもしれん。いや、そんな走ってない。大輝も結構走ってるよな。おい、大輝だよ。でも、大輝結構俺すごい。これは話していいのかな。これは話していいのかな、大輝の量は。まあ、ええんちゃう、それぐらいは。まあ、そっか。いまだにね、大輝、ゼムさんにね、大輝じゃなくて大輝って言われてるもんね。もう違う。みんなの、お前らが洗脳してんだよ。違う。それは違う。いや、てかさ、自分で言ったらいいじゃん。大地ですって。確かに。電話で言ったらよかったよ、大地。僕、名前大地。言えねえよ、名前。言わないの、自分で。言う、もうそろそろ言う。これはもう多分1年間、ちょっと。1年間はしんどいっしょ。1年間名前違うのはしんどいから。うん。こっちもしんどいよ。やりづらいもん、練習。大地。わかんないもん。大輝さん必死に大輝大輝言ってるもんね。なあ、こっちもしんどい。大輝っつって。あ、面白い。次はあのうち。次。J3 の中で早く戦いたいチームはありますか？戦いたいチーム。うん、富樫とかあるんじゃない？俺か。俺は、今だったら鹿児島かな。監督も元琉球の人だし、うん、選手も元琉球いっぱいいるし、
ぐらいかな。あと特別戦いたいとか思うのは、そんなないかな。って感じです。大地は？やっぱ沼津ってやりたい？まあ、やりたいかな。やりたい気持ちはあると思う。大輝？大輝？そうだね、2人はいたチームがあるから、ね、え、そう、ね、フルスとかってやりたいもんな。俺ら1チーム目やん。うん、その感覚があんまあれやねんけど、楽しみな気持ちはあるよね、やっぱし。え、楽しみな感じはある。あ、大輝？大輝すごい、やめよう。じゃあ、そうですね、靴ひもの結び方のこだわりってありますかって質問来てんだけど、どう？めちゃくちゃ普通。これも普通。何ないの？何気ある？ないないない、うん、海は？え、でも最初一回全部抜いてからもう一回入れ直すから、自分で。あ、紐ってこと？抜いて、うん、え、なんで？いや、なんかあの、入れられたままやとちょっと変じゃない？最初の。ああ、わかる。俺、穴の下から通したいタイプ。あ、そういうこと。俺逆や。上から通したい。あ、マジで？それ、俺さ、忘れるよね。それはこだわりか。それはそうだな、一応。じゃあ、水の上からじゃない？おかしい。そう、水の上からになってる。全部抜いて、下から入れてる。一回全部抜いて、紐にしてから、全部下から入れ直す。そうなんや。うん、紐上からの人もね。はい。え、俺どっち？知らん。違う。あの、水野ってどっちだっけ？水野上から入ってる。下からの人。それ全部下にあるかな。下だよな。大地の紐にした？で、上、それ、俺あるわ、こだわりもんじゃ。確かに、それ言われたらこだわりやな。右足やったら、こう、うん、右側が上になるようになってる、全部紐が。こう、右に向かう方が上になってる。それ知らんわ。左足も逆で、左に向かう方が上になってる。それは、元からそうなってんの？ふみみたいに入れ直してとかじゃなくて。元からそうなって、うん、これ最後2、3本は自分で入れなあかんやん。入ってへん、紐。そこは、ちゃんとやんで。うん、あんのかな、この上からの理由が。知ってる人、分からへん。なんか理由ありそうだよね。右足はこっちとかあるからね。そういうの調べるの見ちゃう。確かお前好きじゃん、そういうの気になる、うん、お前どっちなの、道は。俺、ね、上からのの穴と下からの穴がある。はい、どういうこと？え、だからそのえ新しい通すときもあるし、下通すときもある。どっちでもいいってこと？もう違う、きつく結びたいときはところは下にしといて、なんか足の箇所みたいな。え、そういうこと？うんうん、トリッキーだな、だいぶ。いや、一番こだわりあれ。いや、なんかそれで、うん、結構俺強く縛るタイプだから、紐なんかそれでやったらしっくりきたから、そうしてる。大輝は？ん？大輝は？今のどっち？いや、素やで、スいや、俺なんかもうあんまり買って、届いたらそのまんまかな。別に何もいじらないし、そのまま？大丈夫、気にするわけないな。うん、うん、確かにそうか。家の中もめちゃめちゃだもんな。役者じゃん、来たことねえだろお前。何も間違えないな。ちょっとガシの直してほしいとか、マジその割れ方やめてほしい。これはもう直んねえよお前。これマジで振られる。ずっとこれだから直んないよもう。え、じゃあこだわりつながりで、試合前のルーティンとかある？あー、ないな。
俺あれかな、なんか朝散歩とかしたいタイプかな。ナイターゲームの午前中とかだったらちょっと外歩いてぐらいかな。海は？俺は試合前温まって歯磨く。もうじじいじゃんお前。大丈夫？ルーティンやろ。絶対シャワー。絶対しなきゃするもんね。あ、まだしシャワーは浴びたい。シャワーは浴びたいな。意思は？ない。ない。なさそう。なさそうだな。大丈夫ないでしょ？匠は？いや、もうシャワー浴びるぐらい。ルーティンじゃないよ、それって。まあ、そうか。それシャワー浴びるけど。うん、俺シャワーじゃない、あのバケツみたいなとこでしっかり温まってあそこで歯磨く。10分ぐらい風呂に入りたい、温まって。修学旅行はどこへ行きましたか？いつの？どこ行ったっけ俺。大学あるか、修学旅行。中学にしようか。あ、高校にしよっか。高校どこ行ったっけ？スペイン、高校、どこ？ベルギーとフランス行った。いかつくね。それサッカー部の遠征じゃなくて？違う、普通の修学旅行で、一切、最高だった。マジでめっちゃええやん。行かないし。俺もスペインや。水戸慶明高校だっけ、なんだっけ。ってんだ。どこそれ。何それ。何それはやばい。何やってんのお前。そう。じゃあ、香川西高校は。高校は、東京行った。で、東京なんだ。うん、ディズニー行ってんけど、うん、その時俺ら3年になる前の新人戦で、うん、県内で負けて、うん、全員五輪でかぶり物かぶってた。で、五輪になった瞬間さ、みんな眉毛をもうほんまに五輪ぐらいにすんのよ。うん、眉毛だけバーってなるから、うん、やばいやつらがおるみたいな感じになってた。それが集団でおるから、写真撮ってください。なんか来た、その感じで。写真なの？もうなんか、変なものを見るかのような感じで。それまでさ、ディズニーとか行ったことあるの？関西方面の人は。そうなん。俺、それだけ。俺、行ったことない。行ったことない。ミッシーはどう？何回も。富樫とか遠足じゃなかった？ディズニーって。俺歩いて行けるもん、ディズニーまで。中学とかディズニーじゃなかったわ。中学の卒業旅行は、あれ、うん、歩いてディズニーまで行って、うん、で、あれが震災の日だったから。旅行ちゃん、歩いて行ってんだよ、旅行ちゃうやん。旅行遠足？卒業遠足じゃないの？卒業遠足、中学のな。歩いて行ったで、でも。うん。俺もそうだった。卒業遠足ディズニーだった、中学。歩いた？いや、バスだったよ。バスか？うん。で、じゃあ高校の修学旅行は？高校は、俺行ってないんだよね、高校の修学旅行。まだはみられてたの？え？変わってる。まだはみられてたの？変わってるから。はぶられたよ。なんか、スペイン行ってでも、その時。ああ。で、修学旅行が多分、どこやったかな？奈良の方だった気がする。それ高校？けどそう。高校。京都奈良らへんだったと思うけど、だからその思い出がもう全くない、そこらへんの。一切ゼロ。あれはミッシーじゃなくて、ミッシーは？ミッシー聞いたっけ？ミッシーは？行ったよ。卒業旅行、なんだっけ、卒業旅行じゃなくて、修学旅行、どこだったの？だからね、結構いろんなとこ行くんだよね。で、なんかサッカー部だけ行けないとこあるから。ああ。でもなんか、高1の時はスキーだった。ス
キー合宿みたいな。キキー合宿え、マジで3泊4日ぐらいで山にこもんの。めっちゃおもろそうじゃないそれ。面白そうだね。広告高校は行ったよ、スペイン。え、ほら、サッカー部スペイン。スペインいいの。スペイングループは、うん。で、でも、アスリートとかハワイやで。最高じゃない？ハワイよくね？ 42.195 キロ走ったらご褒美で1週間遊び放題。マジで？やばない。全然走ろう、うん。走れるんかな？いや、みんな完走するで大体。だほぼ時間が無制限やん。あ、そうなんや。いいね、面白いね。俺沖縄だった。沖縄いないの？沖縄行ってない俺、修学旅行で。なんか島行った。渡嘉敷島っていう。おー、渡嘉敷いいよな。うん。めっちゃいいじゃん。いや、みんな揃って首振らないの。あ、2人だけだった。最後1、2問誰か選んでよ。最後の1問？うん。いいよ、お前。匠呼んでろ。匠が呼んでろ。匠がちょっと。ファミコンで遊んだことありますかってやるよ。漏らせ漏らせ。やらんわそんな。え、ファミコンあれやん。ファミコンとかでもさ、これ年上お兄ちゃんとか言ってたらあるんじゃん。俺はなかったな、ファミコン。あれあった、あったな。あったな。ボンバーマンとか。懐かしい。俺ドンキーのやつやってた。ああ、バナナのやつやろ。そう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 。俺もやってた、俺もやってた、それ。あれやろ、マリオやろ、マリオ。マリオやったっけ？マリオカードとかあったやろ。嘘、マリオカードわかんない、俺。え？すやん。全然ないな。ないか。ボンバーマンとか友達の家でやったことあるで。ボンバーマン、面白いな、ボンバーマン。家にはなかったな。桃鉄やろ、桃鉄。間違いない。桃鉄ってなんだっけ、桃鉄ってなんだっけ、聞いたことある。桃鉄聞いたことあるレベルの。うん。俺もそんな。桃鉄さえすれば、地名覚えるやろ、地名。覚えるね、あれ。分からん、全然。どこにあれがあるかとか。しかも、その地名で有名なもんとか出てくるしね。ああ、特産物みたいな。全然分からん。大地分かる？大地寝てた？大地もう寝てるわ。寝た今、大丈夫？意識飛んでたな、完全。もう大地、今のでバレてるわ、絶対。まあ、今ので、俺ね、ずっと固まってたから何してんの、あのって。聞こえなかった。なんつった？ってことで終わりですか、じゃあ。はい、まずい。いや、いいよ。大地が変ってことで、今の分かったでしょ。お楽しみいただけたでしょうか。95年組、非常に自由に、生活しております。こんな僕たちの会話を見て、少しでも楽しんでいただけたらなと思います。またスタジアムで会える日を楽しみにしています。またねー。はい、みんなバイバーイ。コロナに気をつけてください。はーい。さよならー。